こんにちは、永山です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画ではですね、失敗についてちょっとお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、あなたがもし何かに失敗した時、あなたは気持ちの切り替え方をどうしていますか？まあこれは人それぞれだと思いますが、例えば気分転換に音楽を聴くとか、ちょっと悲しいドラマを見たりとか、まあ人それぞれなんですが、あなたは実際どのようにしていますかね。まあいろいろやり方はあると思いますが、実際に人間っていうのはいろいろな失敗をしてきて今まで来れてるわけなんですね。というわけで、僕が例えば最近その失敗したことについてちょっとお話しします。私はほぼ毎日です。というのもですね、失敗したことと思う自分の考え方にもよるんですが、私のはいつも失敗します。最近だとですね、無料オファーの紹介の仕方が悪かったため報酬があまり上がらなかったとか、例えばあとはメールマガとかですね、あとブログあと LINE とかもそうなんですが、配信してから漢字を間違えたとかですね、あとちょっと作業終わったなと思って、お酒をちょっと、平日はほとんど飲まないんですけど、飲んじゃったらちょっと朝だったっていうこともあったんですよね。だからこういった、失敗っていうのは大事でもあると思うんですよね。で、それを解決する方法と言ってはなんですが、まあ、失敗とは思わないことですね。絶対、失敗っていう概念は、その後に必ずと言っていいほど、その解決法が見つかるはずなんですよね。だったら、やり方が悪かったら、次はしないようにするとか、例えばやり方を変えてみるっていう考え方も当然できるわけですね。で、一番悪いのが、このいつまでもネガティブな気持ちを持ち続けないってことなんですよね。まあ、人生いろいろあるんで、こうならない、ネガティブな気持ちっていうのは、なかなかその修正するのが難しいかもしれないんですけど、このネガティブな気持ちっていうのを結局いつまでも持ち続けてると先に進まないわけなんで、その辺ちょっとよく考えてみてください。で、そこでなんですが、あなたに、こういう良い言葉があるので、こちらをお送りします。まあ、これ、有名な方ですよね。私は失敗を一度もしていない。1万回もこのやり方でうまくいかないという発見を得たんだから。という、発明王のトマス・エジソンの言葉なんですが、この方はその電気を発明するまでこれだけ失敗しているんですよね。でも、この人は周りに何を言われようが、結局このやり方ではうまくいかないという発見を得たっていうことで、もう今私たちがこうやってパソコンを使えている環境ですとか、その根本である電気というものを発明できて今があります。そういうことなので、結局、諦めないでいるっていうことが、まあ、一番大前提なので、もしあなたが今、ビジネスで、へこんでたりするようでしたら、こういう考え方を持ち続けてください。ということで、今日の動画ではですね、失敗ということについてお伝えしていきました。ありがとうございました。